皆さんこんにちは。今気温の上昇とともに線状降水帯だとか、台風も進路が非常に読みにくい、皆さん大変な方も、たくさんお見えでしょうけども、9月1日が防災の日ということで、今日はトニーがオープニングをするんですが、ちょっと遠方の方に出張に行っておりまして、どうしても出られないということで、オープニングも私が菅木が行います。よろしくお願いいたします。先ほど言いましたように防災の日ということで、防災というと、ドローンという、こととイコールに今なっているのかどうかちょっと、定かではないんですけども、今回私どもはですね、防災だとか、またはその警察、または消防に使えるようなドローンを 4BM をベースとして作らさせていただきました。これ今回ちょっと赤く塗っているのは、とりあえず消防スペックということで、赤いボディになっておりますけども、防災消防警察が使いますよっていう話になると、やっぱり大事なのは耐候性、要するに天候に対して強い、例えばですけども、雨が降ったらちょっと今日は飛びませんとか、または風が強いとちょっと難しいねっていうことだと非常時には使えないということで、この機体はそもそも防水対策をある程度しています。ある程度って言ったのは、IP 基準というのが防水防塵というのであるんですけども、55っていうのが比較的、少々強い雨でも大丈夫というような、スペックになっておりまして、55程度は取れるということで設計をしております。それからあとは今ちょっと夏なんですけども、寒くなった時に、例えば氷点下、バッテリーってマイナスになってしまって、例えば氷点下で、極端なこと言うと氷点下で充電するとバッテリーって壊れてしまうんですけども、この機体こういうシールド、ボディが囲われた形になっていますので、実際に少しだけ中の保温対策をしていただく、少しの保温対策というのは、これ実際我々やったんですが、マイナス20度で、飛ばす実験をしました。で、その時は北海道を2つ中にちょっと入れていただいてですね、でそのあらかじめ車中、車の中でだいたい16度から20度ぐらいに、元々のバッテリーを少し加熱、加熱っていうか冷たい状態から少し温かい状態にしていただく、16度っていうと触るともう冷たい感じなんですけどね、そのぐらいまで上がっていれば、この機内のバッテリーが、このモーターが回った時に自己発熱しますんで、その自己発熱した温度と北海道の、余熱というか、ちょっとプラスアルファの温度でマイナス20度でも飛ぶという、そういうような結果は出ております。風もですね、実質風速10メーターぐらいでも飛ばして、風速12メーターぐらいでもですかね、それでも自動航行させたという、風にも非常に強いようなスペックになっています。で、したがってその雨風があっても、一応例えば緊急事態に人を探しに行くだとか、またはその現場の模様を撮影に行く、それができる可能な機体になっています。でもう一つですね、大事なのは夜ですね、夜間人探しをするときに、暗いからちょっと難しいよっていうね、そういうようなことがあっちゃいけないということで、ライトをつけまして、でカメラの方も夜でも見えるようなカメラを積んでいますけども、現実的にこれ私 の, 知り合いで 夜間パトロールとか、そういうのをドローンでやってる人が多々お見えなんですけども、彼らに聞いてみると、赤外線よりはどちらかっていうと、夜用のカメラ、高感度ですかね、高感度カメラと、ライトで方が人探しだとか物探しっていうのは効果があるっていうことを伺っております。で、今回のこの展示してあるこの機体は、一応消防ということで、消防となるとちょっと警察とか防災に使うのとはちょっと異なって、例えば炎が火事の現場で、燃えている炎の温度を調べるとか、そういう話になると、やっぱりサーモカメラ、赤外線のカメラが必要じゃないのかっていう、
まあ、まあ実際に必要だそうですけども、それで、この機体においては、あの可視カメラと赤外線カメラが一緒になった、可視と赤外が一緒になったカメラが、まあ、ついています。ジンバルね、ついています。で、まあ、ジンバルで、まあ、人をこう照らす、またはその物を照らすときに、まあ、ジンバルってまあ上下にこう動かしたりするわけですけど、その時にヘッドライトの方の角度が、だけはまっすぐ向いているとライトが下向きにならないので、これはもうカメラと連動してこう動くような、そういうような構造になっています。したがって、まあ、これについているのはその、まあ、温度、燃え盛る炎の温度を調べたりとか、または夜間で人を探すとかっていうことが可能になっているんですが、じゃあ実際にまあ、消防の方が、まあ、これ火事だけではなく、例えば山中、山の中で行方不明になっちゃったとか、怪我をした人を見つける、時にその人の状態ですね、まあ、状態というか状況というか、まあ、仮にこう倒れてしまっていて、まあ、こう足を手でこう押さえているような、光景が目に入った時に、まあ、一言足大丈夫ですかとか、まあ、気持ち悪くないですかとかっていうね、そういうようなことを聞くことも大事かということで、ここには簡易的に今こういう大音量のスピーカーをつけておりまして、で、まあ、実際にこの使ってるのはトランシーバーでこちらの方に音声を送って機体から音声が出るっていうことになってます。で、結構大きな音が出るっていうことを実験では分かっておりまして、機体が約30メーター高度、それで人からも、まあ、3、40メーター離れたところでも、大丈夫ですかっていう声がその、まあ、下にいる方に確実に聞こえる。で、まあ、大丈夫の場合は、まあ、丸印してくださいとかね、まあ、手を振ってくださいとかっていうことで、まあ、その人の状況が、まあ、分かるようになってます。で、私ども実は会話のできるドローンということで特許を取っておりまして、まあ、本当はここにマイクがついていて、それで、まあ、倒れた人に足痛くないですかっていうお話をした時に倒れてる方がいや大丈夫ですよなのか、いやいやもう痛くてっていうような声も拾えるような機体は実際に前に作ったんですね。で、その装置をここにつけたかったんですけども、ちょっと、マイクの選定に今ちょっと迷っておりまして、まあ、この機体にはついていません。したがってこの機体は上空へ飛んでいって、まあ、人を探したら、大丈夫ですか。で、まあ、人を探すっていうことは地上でも当然隊員の方が人を探しているわけですけども、上空から見て見つかった場合に、まあ、その機体 の, 情報、つまりその GPS によってその倒れている人の真上にこう飛んでいれば、どこにその人が倒れているかっていうのは位置情報で分かりますね。で、分かるんですけども、ずっと機体が飛んでいるっていうわけにいかないので、消防の方いろいろなやり方あると思いますけども、一つのやり方として、まあ、消防警察ですよね、まずは飲料水とホイッスル、笛ですよね、それを落としてあげるっていうのが非常に有効だというふうに聞いておりまして、倒れた人の近くに、飲料水とホイッスルを投下する、落とすということで、投下装置も取り付いています。非常に軽い小さなものですけども、この投下装置でだいたい3キロ4キロぐらいまでは、ものを運んで落とすことができるということですね。で、落ちたホイッスル、お水を拾ってちょっと飲んで元気を出していただいて、それで笛を吹く、でピーピー笛を吹くと、そうすると地上部隊はその笛の音を、とドローンの位置を頼りに、 GPS と笛 の, 音を頼りに、なんていうかこう救出できるというか、救出までの時間が短くなるっていう、そんなような、コンセプトになっています。したがってちょっとまとめると、この機体ですよ、あくまでこの機体は赤外と可視カメラが、可視が見れる、4K よりももうちょっと良かったと思うんですけど、要するに高解像度のカメラ、ジンバルがついてます。それからそのライトによってこう人を照らすことができます。で、このライトちょっと、言い忘れましたけども、消費電力が非常に少ない割には遠くまで届きます。だいたい100メーターぐらいの離れた物体もくっきり見ることができます。で、あとはスピーカーによって音声を発生できますと。
で、まあ、これの電源は飛行用の電源と共通になっていますけども、ライトをずっと照らし続けた状態でも、まあ、飛行時間は少し落ちるんですが、それでもまあ大体 10% から、まあ、例えば、20分飛んでる機体だとすると18分ぐらいに落ちる感じですかね。そのぐらいの消費電流に抑えることができています。あとは重複しますけども、防水で風にも強い、夜も飛びますよっていうということで、今後は警察消防またはその、救援活動をする皆さんに、使っていただくことができるんじゃないかと思います。で、肝心なのはやっぱり電波、機体からの映像をどんな感じで電波で見るかなんですけども、基本ベースは操縦機についたカメラ、要するにその、プロポの真ん中に画面のあるその操縦機があるんですけど、それの 2.4 ギガ帯で基本やるんですが、それの場合ですと距離がちょっとは届かない、上空1キロぐらい範囲だったらそれでいけるんじゃないかと思いますね。でもしももうちょっと離れた、例えば3、4キロ離れたところを捜索したいよっていうことであれば、オプションの 5.7、7、8ギガ帯 の映像伝送装置とか、または920メガ帯を使えるようにはオプションの設定になっています。で、LTE はどうなのとかっていうお話もあるかもしれませんが、LTE は、LTE の通信装置も市販のものを取り付けることができるんですが、別途社内でちょっと LTE の通信装置を今開発していまして、遅延の非常に少ない、0.5 秒以下の遅延で映像が見える、LTE の映像伝送装置っていうのも今作っている最中なんですけども、山の中っていうと、LTE、災害があった場合にその携帯電話の、電波が使えるかどうかっていう、そういうところもちょっと疑問点があるんですが、状況に応じてまた使うシチュエーションに応じてそのオプション設定を選んでいただければいいのかなって、そんな感じに思います。で、また暗視カメラのついた高解像度のカメラも自社開発を今進めています。レンズ部分はソニーさんのもので、高性能な防犯カメラを、少しいじりまして、ドローン用にっていうのも開発中っていう、そんな感じですね。はい、ざっくりこの辺の説明はそのぐらいです。本日はですね、防災ドローンということで、皆さんこんなのもあるのかなみたいな感じで思われたと思いますが、実は私どもはちょっと変わったものをいっぱい作っています。もちろんその通信装置もとか映像装置、映像伝送とかその辺ももちろんなんですけども、最近では潜水艦なども非常に力を入れて作っておりますし、あとは水上移動する、または水中を測量する、川とか、海の、を測量するような水上を走るドローンなんかもいろいろやっています。で、最近ちょっと変わり種としてはですね、獣害っていうか、動物が新芽を食べちゃうとか、いろんなものを食べちゃう、人里にやってきちゃうみたいなことで、撃退というか追い払うための機体を作りまして、それはちょっとユニークなのはクマ撃退スプレーって、このぐらいのスプレーでシュッとかけるとクマが、熊どころか人間もえらい目に遭っちゃうようなカプサイシンという、唐辛子のエキスを振りかけるようなスプレーも搭載したドローンがあります。それもスプレーがこう自分で、ジンバルでこう動いて狙ってこう噴射できるようになっています。皆さんにはお試しにならない方が、皆さんお試しにならない方が絶対いいと思いますけども、そういうようなドローン、必要が一体どんなところ、ドローンの必要性が一体どこにあるのかみたいなことを追求していってるのが最近のプロドローンですね。私、個人的にはもっとぐっと小さい、ハエや、蝶々程度の、ハエはちょっとオーバーですけど、蝶々やカブトムシぐらいの大きさのドローンが、ポンと投げたら上空へ飛んで事故現場をポッと撮るとかね、そういう、またはその工場の中を飛び回る、プラントを飛び回ってポンポンぶつかっても大丈夫みたいな、
まあ、その狭いところ飛ぶということで、まあ、プロペラがこう周りにこう配置されているマルチコプターとはちょっと違う、縦型にプロペラが回るみたいな、そういうようなものも最近考えていますので、皆さんどうぞお楽しみしてほしいと思います。今日はトニーがいなくてちょっと盛り上がりに欠けたと思いますが、私須垣がお送りいたしました。次回も一つよろしくお願いします。ありがとうございます。どうも。I love you.